こんばんは、4月12日月曜日の夜でございます。平山茂と申します。皆さんこんばんは、現在時刻は夜7時23分でございます。今仕事が終わりました。終わった場所は愛知県じゃない、岐阜県土岐市、土岐市で仕事が終わって直帰という形でございます。ちょっと帰ってからロト6結果発表をするともうすごい遅い時間になるので、もうここで発表したいと思います。その前に、今日お仕事だった方本当にお疲れ様です。お疲れ様でした。大丈夫ですよ、大丈夫ですからね。明日も頑張りましょう。僕も明日仕事です。頑張りましょう一緒にね。大丈夫です。ではロト6結果発表したいと思います。今日の当選はこちらになります。当選番号は今日こちらでございます。さあちょっと見ますよ。いやちょっと今日のためにね頑張ったという方もいらっしゃると思いますね。さあ結果発表でございます。今日も5口買っております。5口、それでは見ていきたいと思います。今日はロト6 1576回、2021年4月12日抽選番号はこのようになっておりますね。1等2億が一口出ております。2等が6口、1100万円。もう2等でも許す、2等でも許す。ではちょっと見ていきます。すいません、1等はありません。ごめんなさい、ごめんなさい。次いきます。5なし、5買ってません。ごめんなさい。2等狙いましょう。2等の1100万、7買ってます。すいません、2等ないです。ごめんなさい。今日も、結果は2つです。残念です、非常に残念です。でも皆さん大丈夫です。いつか当てます。すいません、本当に、期待は軽くしといてください。毎週月曜日はロト6やってますので、これからもよろしくお願いいたします。大丈夫ですよ、大丈夫。また明日ですね。いやとにかく今日はね頑張った、今日頑張った皆さん本当に素晴らしい、本当に素晴らしい。お疲れ様です。最高です。大好きです。また来週ご期待ください。ということで平山茂でした。お付き合いありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。また明日お会いしましょう。ロト6当たらなかったので下道で帰ります。それではおやすみなさい。大丈夫大丈夫大丈夫。